はい、どうも皆さんこんばんは。それではリプキス続きやっていきましょう。寝起きだし、もう寒いんだけど。いろいろあったけど、行動予定表も無事に提出完了。受理されたわ。前回早寝とデートしてで、まゆりちゃんが湖に落ちたとこだよね。あ、はい、すいません。金曜日は更新完全に忘れてました。忙しくて。はい。明日からはついに修学旅行だね。行ければいいね。ついにって言っても、俺は来てまだ1週間ちょっとなんだけどさ。まあまあまあ、もう転校生とか関係ねえって。すっかりクラスにも馴染んでるじゃん。そうだよ、私よりもクラスのみんなと仲いいんじゃない？さすがにそれはないけど、ま、うまいことやれてるのはかなちゃんや双葉さんのおかげだよ。あれ？俺はなし？おめえはねえ、あるわけねえだろ。もちろん、ケイスケにも感謝してるって。よせやい、お前のせいで周りの女子からセットみたいな扱いで白い目で見られた。絶対修学旅行行くんだからな。明日の朝は絶対寝坊すんなよ。一番寝坊しそうなのは平山くんでしょうに。そんなことないよ、俺お祭りごとだけは遅刻したことないからさ。楽しみすぎて寝れないタイプの人かな。なんだか納得だ。でもさ、修学旅行とか大事な時に限っていつもなら絶対に起きないようなことが起きたりするんだよな。フラグ立てんのやめてくんねー、マジで。本当に怖いな。やめろ、変なフラグ立てんな。俺たちだけじゃない、明日からの修学旅行を前にクラスは湧き立ちっぱなし。授業中もみんな上の空、気持ちはすでに京都へと飛んでいた。明日から兄は修学旅行か、いいな。修学旅行を羨む発言ももう何度目だろうか。いい加減聞きすぎて耳にタコが連なっている。連打子だ。ちゃんと楽しんできなよ。私へのお宮ももちろんお忘れなくね。ああ、もちろん。木刀でいいか、それともペナント？それ絶対いらないやつ。それだったら定番の食べ物の方がいいよ。生八つ橋とかさ。おしまいに軽く咳払い。ん？マユリ、ちょっと顔赤いな。熱でもあるのか？そう？全然平気だよ。ほら、私の平熱いつも高いし。なんか嫌な感じの咳だな。もしかして昨日の？違うって。ちょっとほら、喉が絡んでるだけ。そうか、風邪は引き始めに直しまえよ。うん、分かってる。お風呂入ってすぐに寝るよ。兄、明日早いもんね。ちゃんと送り出さないとだもんね。別に送り出さなくてもいいぞ。マユリが寝てる間にとっとと出るからさ。へえ、釣れないな。お見送りくらいさせ。あれ、マユリ、お風呂入ってこよう。あと兄、覗いちゃダメだかんね。覗くわけないだろ、ゆっくり温まってこい。うん、はあ、寒い日は暑いお風呂に限るよね。そんなに寒い時期でもないと思うんだけどな。二の腕をゴシゴシとすりながら、マユリは早足、足早に、浴室へ向かう。こんばん、そんなに寒いか。筆記用具よし、着替えよし、バッテリーも持ったし、これで全部埋まったな。修学旅行のしおりのチェックシートは全て×で埋まった。これにて、抜かりなし。
あとはこの荷物を担いで駅に向かうだけだ。なんだかんだ言っても旅行の前日というのはテンションが上がる。最初は驚きで始まった修学旅行だけど、こんなに楽しみにしていただなんて自分でもびっくりだ。早く寝なきゃいけないってのになかなか寝つけないかもしれない。マユリの体調がちょっと気にかかるけど、やべえ、ちょっと待って、喉にすげえタグ絡まる。一旦動画切るよ。はい、すいません、ちょっとね、咳込んできてお茶突っ込んできた。風呂入った後はすぐに布団に入ったみたいだし、元気だけは人100倍のマユリのことだ。明日になればケロッとしているだろう。兄のいない3日間を羽を伸ばして満喫していればいいさ。でも帰ってきた時にめちゃくちゃ散らかってたらげんこつな。ん？スマホを確認すると、かなちゃんからレーンメッセージが届いていた。準備終わった？明日は遅れないようにね。おう、バッチリ。それならよかった。明日の朝モーニングコールしよっか。彼女かな。そこまでしなくてもいいけど、メッセージは送ってくれると助かるよ。うん、わかった。それじゃあ、おやすみなさい。おやすみ。明日の朝会えると思うんじゃねえぞ。メッセージを送った後、布団に入って目を閉じる。長風呂で体が程よく温まっているおかげか、スーッと夢の中に吸い込まれていった。気絶してるだけでしょ。なんかツイッターで一時期さ、タイムラインで流れてたよね。あ、布団入って10分以内に寝るやつは寝てるんじゃなくて気失ってるだけだからみたいな。この数時間後に起きることなど予期しないまま、幸せな眠りの中に。アクト3、これで変わっちゃうんだよな多分な、話自体が。ちょっと待って、こっちですね、チャプリス。まあ今回さすがに短すぎるんで、ここのやつまでやっときましょう。夢からの目覚めは唐突だった。時間はまだ5時だ。かけていた目覚ましアラームよりはるかに早く、かなちゃんからのメッセージが届くよりも早い。あまりにも旅行が楽しみすぎて目が覚めたんだろうか。それにしてはなんだか妙な胸騒ぎを覚える。脈打つ心臓は何かの形状みたいに勢いよく血液を送り出している。あれ、形状で合ってっかな、わかんないな。その形状で思い至ったのは、マユリ。体調をこじらせかけていた妹の存在だ。ベッドから飛び起きた俺は部屋を飛び出し、マユリの部屋へと駆け込んだ。マユリ、おはよう、兄。珍しく完全に弱ってるからね。ベッドから落ちていたマユリは床に突っ伏していた。寝相が悪くてベッドから落ちたんじゃない。ベッドへ這い上がろうとして這い上がれずにいた。どうした?明らかに様子のおかしいマユリを抱きかかえようと手を伸ばす。パジャマはじっとりと汗ばんでいて、体はひどく熱い。あっ、すごい熱じゃないか。体温計を使うまでもなく、額に押し当てた手のひらには妹の異常な体温が伝わってきた。やっぱり昨日からなんか調子悪いなって思ってたんだよね。まゆりちゃんの声がだって珍しく BGM 負けしそうなレベルで小さいもん。昨日から悪い、
気づかないまま投稿させちゃったのか。兄が謝る必要ないよ。全然大したことないって思ってたし、体調管理に失敗したのは私だし。まああと湖に落ちたのもお前だし冷たい言い方すると。おかしいな、私おバカなのに風邪ひいちゃったよ。バカは風邪ひかないって嘘じゃんね。バカは風邪ひかないんじゃなくて風邪に気づかないんじゃなかったっけ、アンサー的には。でも大したことないからさ。ねえ兄、ちょっとベッドまで持ち上げてくんないかな。ベッドに自力で這い上がれないやつが、極寒の地にでもいるみたいに身震いしているやつが、大したことないわけないだろう。俺は前寄りの肩と膝に手をかけて、お姫様抱っこで持ち上げるとベッドに横たわらせた。お姫様抱っこだ、兄たくましい。ちゃんと測らないとな。体温計持ってくる。あとは氷枕かな。熱冷ましジェルあったか。読めねえな、読めねえなマジで。前よりの体調をこむるかなと同時に、ずっと一つの思案を巡らせていた。いいよ、ただの風邪だって。大げさだな兄、ちょっと寝てれば治るってそんなわけないだろ、元気が取り柄のお前が。大丈夫、本当に大丈夫だってば。だからさ、修学旅行行ってきなよ。私なら大丈夫だから。行けるわけないよね、普通に考えてね。妹が体調崩してて、おまけに両親旅行中で家にいねえし行けるわけがない。いつ帰ってくんのあいつらマジで。バカ言うな、熱出してるお前を置いて行けるわけないだろ。だよね、兄ならそう言うと思ったんだよ。ダメだよ、私なんかのためにせっかくの一回きりの修学旅行無駄にしちゃダメだよ。かなちゃんだって兄と修学旅行行くの楽しみにしてるんじゃないの。ダメだよ、言ってあげないと。ああ楽しみにしてるだろうけど関係ないからいいから喋るな、今は寝てろ。病院が開いたら連れて行ってやるから、近くの病院よし、ここだな。スマホで周辺マップから病院を検索。そうだ、近くにある。子供の頃はここの小児科にお世話になっていた。病院開く時間って、そんなの絶対集合時間間に合わないじゃん。行ってきなよ、本当に置いてかれちゃうよ。いやこれね、謎につらいんだよただただ修学旅行行けなくなりましたっていうオチなはずなのにさ、ただただ悲しいんだよこっちルート。いいから、旅行ならまたいつだって行けるんだから。いつだってじゃないよ、修学旅行は一回きりだよ。やだよ、私のせいで兄に迷惑かけたくないよ。お前が寝込んでたら向こうに行っても気になっちゃって楽しみやしないよ。苦しそうな咳をするマユリの背中をさすってやる。ほらな、よしよし。触れたマユリの背中は細くて小さくて恐ろしく頼りない。
の手で撫でられると楽になる。魔法の手みたい。早ねえじゃある前に下の救急箱に常備薬があったはずだから取ってくる。それ飲んでぐっすり寝るんだ。俺は立ち上がり、マユリのベッドから距離を取る。その時、マユリの口から漏れた切ない息を聞いてしまい、それで俺の決心は固まった。薬飲んだら寝るから、きっとそれで治っちゃうからさ。修学旅行行っていいから、私のこと気にしないでね、アントニーにしないでは無理だよな。どこにしまったっけか。確かこの扉の引っ越しの際にどこにしまったのか、うろ覚えな救急箱を探す。だくちょっとベッドから離れただけで捨てられた子犬みたいな切ない顔するなよな。あんな顔されたら絶対に置いていけるわけないだろう。あったあった。風邪薬はこれか。あんまり残ってなかったな。コップに水を汲んで戻ろうとしたその時、かなちゃんからレーンメッセージが届いた。そうくん、起きてる？修学旅行だよ。集合時間に遅れないようにね。ごめん、修学旅行行けなくなった。マユリが39度の熱を出した。超苦しそう。いや熱測ってなくね、まだ早くね。あれ測った？まあいいや。霊園でのメッセージのやり取りもほどほどに。かなちゃんから直接電話がかかってきた。マユちゃん大丈夫なの？正直言ってあんまり大丈夫そうじゃないな。これから薬飲ませて寝かしつけるところ、マユリがあんなに弱ってるところ久しぶり。いや初めて見たかもしれない。これから付きっきりで看病するよ。付きっきり？それじゃ修学旅行はどうするの？いやまあ残念ながらしょうがないけど、ちょっと行けそうにないな。ごめん、双葉さんとケイスケにもそう伝えておいてもらえるから。かなちゃんなら分かってくれると思ってたよ。いや分かって、どうなんだろう。かなちゃんの心情的には分かりたくないだろうな。転校してきていきなりの修学旅行ってのもちょっと気が引けてたからさ。行けなくなったら行けなくなったで、ま、しょうがないかなって。今から学園にも行けなくなったって電話するよ。せっかくみんなで立てた予定がパーになっちゃうとなっちゃうってのももったいないけどね。今からそうくん家に行くよ。かのちゃんまで間に合わなくなっちゃうだろ。旅行行く前に風邪うつすわけにもいかないしさ。かのちゃんたちは俺の分まで楽しんできて、お土産楽しみにしてるよ。かなちゃんの心情的には露骨に一緒に行きたがってるからね。もしね、もし後からでも追いつけるようだったら、待ってるから。あまり期待はしないでほしいけど、あんまり長電話してるとかなちゃんも遅れちゃうよ。時間一向に進んでないけどね。ありがとう、伝えておくよ。かなちゃんの通話を終えた俺はそのまま学園に電話を入れた。はい、
すいません、そういうことで修学旅行にはちょっと迎えないということで申し訳ないです。はい、ありがとうございます。いや、ごめんな、ちょっと電話してた。修学旅行もキャンセルしてきたよ。大丈夫なやつだね。こんな弱った声出さないのよ。普段音割れするんじゃないかのレベルで声でかいやつがね、ここまでね声の音量ね下がってるんだからね、大丈夫なわけないんだよ。どの顔と声でそんなこと言ってるんだよ。もう断ってきちゃったからな、気兼ねなく兄ちゃんに甘えろ。寝ている参りを見るだけしかできないっていうのは実にもどかしい。ちょっとまとめて買い出しに行ってくる。おとなしく寝てるんだぞ。ありがとう兄、できるだけ早く帰ってきてね。塩らしく礼を告げる参りの頭をくしゃくしゃっと撫でて、俺は家を出た。コンビニで栄養ドリンクにゼリー飲料、スポーツドリンク、熱冷ましのジェルシート、ちょっと割高だけど薬局やドラッグストアに行かなくても、いつでも近場で揃えられるってのは大感謝だ。まあせやな、コンビニの利点だからね。買い物袋いっぱいに詰め込んで帰宅すると、参りは苦しそうながらも寝息を立てていた。薬が効いたのかもしれない。ふと時計を見ると駅の集合時間になっていた。今頃クラスメイトたちは駅前に集まっている頃だ。逸ヶ谷さんから聞いたぞ。マジかよ、なんとか来れねえの？無理ですね。悪いな、ちょっと無理だ。かのちゃんと双葉さんは頼んだぞ。頼まれたいけど、うちの班はばらけるみたいだ。男一人に女二人の三人じゃまずいらしいや。まあ、なんかあった時対処できないよね。そうか、迷惑かけるな。本当にすまない。気にすんな。病気ん時って不安になりがちだから、まゆちゃんについててやれよ。それができんのはお前だけなんだからさ。なんだこいつ、イケメンか？まゆちゃんの分もまとめてたっぷり土産買ってきてやるよ。楽しみにしてろ親友。サンキュー親友。修学旅行が楽しみじゃなかったといえば嘘になる。とはいえ俺以外に家族のいないこの状況で、まゆりが倒れたらまゆりを優先する。当然のことだ。俺の選択は間違っていないはずだ。自分じゃ何もできやしないんだからさ。まったく手のかかる妹だよ。辛そうに息を漏らす真由里の汗を拭ってやった。物を食べるのも辛そうな真由里には目の毒だ。いやまあそうなんだよな、病気の人ってさ、なってる張本人が辛いのは当たり前なんだけど、看病してるとか見てる人の方が辛かったりするんだよな。コンビニで買ってきたサンドイッチで自分の朝食を済ませ、デザートにはリンゴ。シャクシャクと、あ、読めない。本当に読めない。なんだろうな。ちょっと待って、俺今頭フリーズしてるかもしんない。リンゴならマイルでも食べられるだろうし、後で食べさせてやるかな。東京発の新幹線も出た頃、病院もそろそろ診療開始の時間だ。お兄、いる？お、
目覚めたか。本当に修学旅行行かなかったんだ。行かなかったってか、行けるわけないんだよな。寝込んでいるお前を置いて行けるわけないだろ。リンゴ剥いたけど食べれるか。食べたい。ああ、寝たままでいいぞ。お兄ちゃんがあーんをしてやろう。なんだか恥ずかしいよ。いつもやってなかったっけ、あれ。なんだよ、いつもや頼ってくるくせに。甘えていい時に限って意地張るな。体を起こすのも辛いだろ。ほら、口開けて。あーん。体調悪くてもちゃんと食欲はあるんだな。うん、食いしん坊でごめんなさい。いや、食欲ないのが一番まずいからね。いや、安心した。食べる元気があるなら大丈夫だよ。マユリはやっぱりそうじゃないとな。なんで兄そんなに優しいの？なんで怒らないの？私が池に落ちてさ、風邪ひいてさ、みんな台無しにしちゃったのに。病人に辛く当たるような極悪人じゃないよ。マユリを叱ったって風邪が治るわけじゃないだろ。風邪なんて誰だって引くんだしさ。今回はたまたまタイミングが悪かっただけさ。だから気にすんなって。今は体を治すことだけ考えてろ。うん、すぐに治す。病気やっつけるよ。よし、ちょっと元気出たなら病院で見てもらってくるか。動けるか。手は貸すぞ。マユリの体に手を回し、抱っこのように持ち上げる。いくらあれだけど、あれだって言えばな、秋だからな。39度で、うん、秋風絶対寒いもん。肌寒さはあるとはいえ身震いするほどじゃない。確実に高熱のせいだ。歩くのも辛いならおぶってやろっか。うん、お願い。着替えはそのパジャマのままでいいか。わかった。じゃ、そのままでな。マユリをおぶって開いたばかりの近くの病院へと向かう。週明けにもかかわらず、幸い待合室にはほとんど人がいなかった。やぶ医者なんではとちょっと心配にもなったが、やぶ医者でも来るとこは来るから大丈夫。うん。言い方悪いけど、やぶ医者でも来るとこは来るから大丈夫大丈夫。てかまあ結局おじいちゃんおばあちゃんって近場に行くから、やぶ医者とかあんま関係なかったりするんだよな。あっという間に参りは見てもらって、処方箋の薬をもらって小一時間で帰宅して、再び参りはお布団の中の住人になった。うーん、お注射痛かったよ。今注射とか打ってくんないもんな。ちょっとチクッとしただけだろ。でもさっきより顔色良くなったな。薬のおかげか、ちょっと寝たおかげか、リンゴのおかげか、注射のおかげか、全部のせの合わせ技かもしれない。すごく寒いのはなくなったよ。あの病院昔も行ったよね。あの時は兄が熱出したんだっけ。ああ、父さんに抱えられて担ぎ込まれてさ。さっきの私みたいだ。
そうだ、親父にやられたことを真似しただけだよ。家族なんだからさ。良くも悪くも、子供は親の姿を見習って教師にして成長する。教師にするか反面教師にするかは人によると思うけど。ところ構わずキスをしていた両親の悪癖を見習ってしまうのも、体調をこじらせた子供を献身的に看病し慌てて病院に担ぎ込むのも、自分がしてもらったことの模倣でしかないのだ。こうやって子供って成長するんだと思う。ふと時計を見上げると、針は真上を指して重なっていた。正午、新幹線は京都に着いた頃だ。初日のスケジュールは何だったっけな。到着早々観光バスで移動して昼食をとって、金閣寺あたりの有名どころを何か所か回って、あとは旅館に直行、そんな感じだった気がする。自分が参加しないと決めてからは現実感に乏しかった。本当なら今頃京都に着いてたよね。修学旅行の話はもういいんだって。よくない、よくないよ。ありがとう。兄、本当にごめん。ごめんね。私、いい子になるから。あんまり無理しなくていいんだぞ。前よりは前よりのまま、大きくなればいいんだ。下手に頑張られて、家具をぶっ壊されても困るしな。壊さないよ。多分。多分かよ。絶対壊さないと断言できないのが真由里らしくって、なんだか安心してしまった。この分なら風邪もすぐに治るだろう。その後真由里はまた一眠りして、はーん、あ、もう元気ですね。兄のおかゆ美味しいな。明日にはピンピンしてるやつだな、これな。起きたところで作っておいたおかゆを食べさせてあげて、トイレにも連れて行ってやったりして。トイレは大丈夫か？なんならおむつとか。それは恥ずかしすぎるよ、アニーのエッチ。アニー、おしっこの音聞いちゃ嫌だからね。トイレのドアの前にいたらどうしても聞こえちまうよ。おかゆのおかわりと一緒に薬を飲ませ、もう一度寝かしつける。コンビニに行ったくらいで、あとは家の中を何往復かした程度。前よりが動けないだけに、京都中動き回っている修学旅行とは実に対照的な、特に動きのない一日だった。 37.5 度、まだちょっと微熱だけど随分下がったな。死んじゃうかと思ったけど、すっごく楽になった。アニーのおかげだよ。39度とか40とか行くとマジで死ぬかと思うからな。ほとんど息もできねえんだよ。これ確かね、いつだったか、まだ結構小さい時に家に一人しかいない状況でインフルになったことがあって、あ、俺これ死ぬわって思って。いや、まあ結局まだ今みたいにコロナが流行ったわけじゃないからさ、病院自体はすぐに診察してくれるから、くっそ高い体温のまま 2,3 キロ離れた病院まで歩いて行ったわけよ。もうマジしんどかったよね、本当にね。それ思い出したわ。マジ熱高いと歩くのもだるいし、なんか体中敏感になるからさ、歩くのもだるいし、ね、死ぬかと思うくらい辛かったなら無理すんなよ。俺が修学旅行に行っちゃってたらどうするつもりだったんだ。すごく困ってた。
困ってたレベルじゃない、動けないよね。だよな、家に残ってよかったよ。明日も学園は休むんだぞ。完治するまでは絶対安静だ。はーい。でも兄はどうするの？教室に行っても誰もいないんだから、俺も休校だよ。マイルが完治するまで面倒を見続けてやる。ああ、そうだった。よろしくお願いします。でもさ、修学旅行ってさ、まあ、あんまないパターンだと思うけどさ、行く人行かない人いるからさ、行かない人とかって学校で勉強するもんじゃないの？違うのかな。そして俺は自分の部屋から持ってきた布団をマイルの部屋に引く。兄、私の部屋で寝るの？今朝みたいにベッドから落ちた後、登れなくなってたら困るからな。それもそっか。兄と同じ部屋で寝るのすっごく久しぶりかもだ。電気消すね。明かりを消せば当然部屋は真っ暗に。おやすみ。うん、おやすみ。あのしつこいかもだけど、今日は本当にありがとう。ごめんね、兄がいなかったら私どうなってたかわかんない。本当にやばい時は遠慮なく頼れよ。俺はお前より早く生まれた兄貴なんだからさ。それこそ修学旅行の夜の告白大会のように、暗がりの中では人は不思議と素直にものが見えてしまったりする。ありがとう兄。私兄の妹でよかったよ。大好き。その言葉はできれば妹以外の女の子から聞きたいものなのだけど、マエリの口からでも決して悪い気はしなかった。せやろか。マエリの寝息を聞くまではなかなか寝つくこともできず、容体も気にかかってしまい眠りも浅かったが、日頃の習性かきちんといつもの時間に目が覚める。マエリ大丈夫か。布団を押しのけて体を起こし、ベッドの上のマユリの顔を覗き込む。布団に入った時とほぼ同じ格好のまま、マユリは穏やかな寝息を漏らしていた。まだちょっと風が残っているのかもしれない。今日も一日絶対安静にさせておこう。二人分の朝飯用意しないとな。これもう変わってる？変わってますね。フーフーして、冷まさないと下やけどしちゃうからね。そう、日付変わるとこのゲーム自然とあれなんだよな、変わるんだよな。うん、よし、じゃあちょっとちょろっとやっちゃったけど、今回この辺で終わりにしましょう。いやー、まあ結局ね、当初の予定通り修学旅行には行かなかったんですけど超重いでしょ、まゆりちゃんの看病イベント。イベント的に超重いのだからさ、マジで見たくないんだけど、行きたいキャラのルート的にこっち行くしかないんだよね。だからまあ、あんま見たいイベントではなかったんだけど、うん、よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにさせていただきます。また次回ね、続きやっていきましょう。金曜日に投稿できるかどうかちょっと今のところ未定です。はい、私なんか最近木曜日力尽きる日が多いので、てか木曜日力尽きるっていうか、木曜日多分死んでる時が多いんで、投稿できない可能性があるかもしれないです。てかワンチャン普通の動画すらも更新止まるかもしれない、わかんないけど、はい、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。